おはよう。なかなか目を覚まさないから心配しちゃった急に起き上がってどうしたのここ俺の家だよ来たの初めてだったよね昨日は興奮して眠れなかったなお前の寝顔見ながらいろんな妄想しちゃったよ ハハハハ驚くのも無理ないか寝ているお前を夜中にそっと連れ出したんだよこの合鍵を使ってねだってさお前全然連絡してくれないんだもん LINE の既読つかないし DM も返ってこないし俺のことずっと無視してるからさ お姫様をさらってきちゃいましたえあなた誰ってやだな悪い冗談はやめてよ俺そんなに嫌われることしたそりゃみんなの前で「この子が俺の彼女です」って言うわけにはいかないけどさお前のこと本気なんだからな。 嫌だ。返さない今日からここがお前の家だ俺とお前二人っきりの家だよ帰りますその格好で <laughs> 今さら隠したってもう遅いよ眠ってる間にあんなところやそんなところ全部見ちゃったからねそう全部だよ お前からは見えないところまでぜーんぶそれに服なんて必要ないでしょ24時間365日これから一生俺に愛され続けるんだからなんで泣くの俺のこともう嫌いになったあんなに好きって言ってくれたじゃん付き合いたいって言ってくれたじゃん俺の声ゾクゾクするって俺のド S 最高だって 拘束されて無理やりされたい俺になら監禁されてみたい他にも嬉しいこといっぱい言ってくれたじゃんお前のしてほしいこと何でもしてあげるよ例えばさこんなのどう男の力ってすごいだろう片手だけでも拘束できる 大声出しても構わないさこの地下室は収録するのに使ってるから外まで声は届かないよそれでも抵抗してるつもり <laughs> もっと全力で抵抗してみせなよ無理やりされてるって感じがたまらないんだろいいねその調子 まで、その気になってくるよお前ののぞに指の跡がつくくらい強く強く <laughs> その顔すごくいいよもっと強くああ 苦しい気持ちいい <laughs> 体の力が抜けてきたね一旦手を離すよ <laughs> これだけじゃまだ足りないよねほらもう一度今度は両手で。 そうその顔すげえ来るそろそろやばいか体がブルブル震えてきた、はあ、俺もやばいな触れてないのに爆発しそう まだ終わりにさせないよ。俺という名の毒を少しずつお前に与える。そのうちお前は麻薬みたいな快楽に溺れて、俺なしじゃいられなくなる。友達も家族もお前の自我でさえ、全てを捨ててでも俺が欲しくなる。お前が俺を欲しがるんだ。